デュゲート・ルーアンは、フランス海軍が建造した規範層巡洋艦で、同型艦はない。設計は、A ノード。フランス海軍の二等巡洋艦で、初めて構成戦隊を採用した。近代破壊層後のデュゲート・ルーアンを描いた、絵はがき本艦は一等巡洋艦、デュケーヌの縮小版として、海外派遣任務や、通称破壊作戦に使えるよう建造された二等巡洋艦である。 現場からの改善要求を盛り込み、一等、巡洋艦並みの武装を搭載したために当巡洋艦、サネ級の常備排水量が2000トン台であったのに、比べ、本艦は常備排水量が3500トン弱にまで、大型化した。船体の基本形状は、艦首水面下に昇格を持つ船体に3本のマストと、中央部に2本煙突を持つ、当時の一般的な蒸気船の形態である。 本館の外観の特徴として、監視船主郎の内部に、監視砲として 19cm 単装砲を1機を配置、原則に、片源2箇所に張り出しを設け、そこにバーベット状に 19cm 単装砲を配置している。なお、5機の 14cm 単装砲は1機が、完備に配置され、残りは、原則艦板上に、片源2機ずつで、計5機が配置された。 本館に搭載された指揮官は、船体中央部に配置した石炭線昇園艦8機に、横置き型一段膨張式レシプロ機関1機1、軸推進の構成で出力は4800馬力で、速力は15.5ノットを発揮した。世界の艦船造艦第50週フランス巡洋艦視。ありがとうございます。